が荷物持って走ってくる。せーん、よーし、さすがなんか妹だ。普通のボケじゃそんなところにぶつからねえよ。おーよし、今剥がしてやるからな。なんで離れた席にしなかったんだろう。あえよ宮田、ほら見てみろよ。玉込君、靴は脱ごうか。おお、ゆいちゃん残念がってたよ。もう熱下がったのにって。玉込、食べ終わったからおしゃべりしよう。彼女すぐ無理するから強く言わないとダメなんだ。なんだ、おめえが辞めさせたわけ？え、だって、ね、俺たち4人は鈴野さんのお墓参りをするためにまた盛岡に向かっていました。超えて二人同じ時に、もし玉褒めがこの世界に再び現れなくても、私きっと鈴野さんのように。どうしたの玉褒め。いや、なんか名前呼ばれたような気もして。悪い、気のせいだったみたいだな。ついでだ、滝子の墓も参って行くか。え、奥田滝子さん、玄武の美子。もともとうちのババアの親父と滝子の親父奥田栄之助は友達だから。それで時さんは鈴野さんをずっと面倒見ていたんですよね。血もつながってねえのによ、俺のじいさん鈴野に惚れてたんだ。え、じいさんって時さんの本当のおじいさんのことだよね。え、でもトキさんがいるってことは、そのじいさんが子供がいて、それがトキさんの親父さんで、当然じいさんはばあさんがいたわけで。笑える純情物語だったんだぜ。玉褒め、まただ、呼んでる。大丈夫？慣れない乗り物ばっかりで疲れた。そうか、はしゃぎすぎたんだろ。お兄ちゃん、
これだ。これが奥田滝子さんの。ああ、親父の栄之助も一緒だ。私は玄武の巫女、力を貸して。このままでは私は消えてしまう。消えた。そう、その光だよ。うん、今はね。俺も一緒だよ。おかしくなりそうだ。圭介、ゆいちゃんも同じ考えだ。原因は分かんないけど、またあの本の中に。たま、俺すぐあの部屋に行くよ。今日中にあの本を手に入れる。でも向こうに着いたらもう夜中になっちゃうぜ。任せろって。今はかっこいい泥棒さんが流行ってんだよ。傘も差さずに2時間ぐらいかな、探し回って。見てられなかった。ほら、もう一度整理しよう。まず電池書は燃えてはいない。ああ、奥田栄之助がどうしても燃やせないからって。だから封印してくれって頼んだんだ。火をつけただけじゃないと思う。あの本を消し去ろうといろんなことをしたと思うよ。誰かが持ち出した。そしてそいつが火をつけた。タイミング良すぎるよ。今日の朝だろ。天地書が目的なら別に火をつけることはないのに。私たちの他にあの本のこと知ってる人っているのかしら。今そいつが天地書開いたら同じように本の中に入っちゃうのかな。来たれ。ではトキさんに電話しなきゃ。なんだよ、何がどうしたってんだ。5人目のニコ。ああ、俺も今かけようと思っていた。やっぱり。それで滝子さんの記録や存在していたっていう事実は。明日はもう一度調べてみる。そしてあの墓も。どういうことだよ。ミコはもう4人現れたじゃないか。あの詩人天地書はそれでもう完結したんじゃないのか。ふざけんなよ。椅子取りゲームじゃないんだぞ。私が新しいミコよ。そこをどいてねえってか。それでなんで滝子さんが消えなきゃならねえんだよ。じゃあ次々新しいミコがあの本に。ゆいちゃんと私も。南国。じゃあ俺戻ってきちまったのか。
宮田心配してるだろうな。すぐ帰んねと。なんだって俺こっちに。それとも他のみんなも。あのここは。そっか、これじゃ異国人だよな。宮田お前も最初はこうだったんだよな。宮殿だ。なんだと、スザク七戦士。ああ、ホウキさんに会いたい。それにホトホリ様の国。ホトホリ様の子？暴君皇帝のことか。俺は玉褒め。ホトホリ、再否定とはスザク七戦の仲間だ。何？玉褒め？伝説のスザク七戦士の一人玉褒め様。異国よりお戻りです。大臣様、今こちらに案内されてます。皇太子様にお知らせよ。さあ早く。皇太子殿下、お連れしました。よくいらっしゃいました。近くへ。あ、もっと近くに。皇太子様、心配はいらぬ。七聖子殿、聞いています。この江南を救った七聖子、その一人玉褒めは異世界に旅立ったと。まさしく伝説の通りだ。その姿。お大使様、まだそのものが本当の。黙れ。僕の目を疑うのか。王神様。七聖子殿、僕の名は凝縮。王神の孫です。孫？はい。七聖子だったほとほり、つまり再否定は私の曽祖父にあたります。そんなに時が。凝縮様、一体あれからどれだけ時が。再否定がなくなって50年です。スザク廟。はい。七聖子様、伝説の神具を祀ってあります。玉褒め様の今までの武勇伝を聞かせていただくにはこれ以上の場所はありません。早く早く。皇太子様、そんなにせかれては。あのようにはしゃがれる凝縮様を見るのも久しぶりでございます。これも七聖子様のおかげ。ほら見て、スザク七聖子、伝説の神具だよ。みんなの。間違いなくスザク七戦。玉褒め。
殺されなかっただけでもありがたく思え。よりによって七天使様になりすまそうとは、たわけ者が。どうして、誰か教えてくれ。聞いたら朝ちゃんと出たって言うじゃない。さっきまで学校中探し回ったんだぞ。ゆいちゃん、ん？声届かないの。この指輪、玉上もしてるのに、何度も何度も呼びかけてるのに。こら、あの冒険は何だったんだ。私たちは結構強くなったんじゃなかったっけ。ダメなの。悲しいこと、ひどい目に遭ったこと、それは大丈夫。我慢できる、思い出にもできるの。でも消えるのが怖いの。自分のことじゃない。私の思い出から、玉褒めや外振り、塗り子や、みんな、みんなのことが消えちゃったら、バカだね。自分のこと心配しろよ。大丈夫、大丈夫だから。知らせて。哲也さんとトキさんによろしく。あ、お兄ちゃん、ありがとう。おやすみ。物には岩の転がった山にしか過ぎぬ。大一くん、お待ちしておりました、中御様。召し替えを。とても
お似合いでございます。玉褒めの前に現れた不思議な少女、彼女は言う。心が入れ替わってしまったのだと。自分が中子であると聞いて苦しむ玉褒め、そして私の前に現れた新たな玄武七星子。大きな渦の中に巻き込まれていく私たち。お願い宮家、あなたの力が必要なの。オリジナルビデオシリーズ不思議遊戯第2巻、悲しき閃光、12月18日発売。どうぞお楽しみに。そう、足垂れを止まらせてくれるか。はい、中野。なんで俺がこっちのドライバーなんだよ。ごめんね、徹夜さん、付き合わせちゃって。何言ってんの、あのエロガキからユイちゃんを守るためじゃん。誰がエロガキだって。喜べ流星水、久しぶりに血が吸えるぞ。やめな、すぼし、事務所に言いつけるよ。トマさん、本郷ユイだ。チッ、当然海外にしてくれよな。群馬の温泉ってどいなんかじゃん。えっ、車内で機弾は発射しないでください。北関東をバカにする者は誰であろうと許さん。古沢君、何度言ったら分かるんだ。許さんじゃなく許さんだろ。はい、すいません。1年間ご苦労様でした。どうぞゆっくりお湯に浸かって疲れをお取りください。バンダイ読み子小学館 TX ムービック、まあありがたいではないか。ピエロはプロデューサーがケチ。でも俺たちにこれが届いたってことは当然スザクのやつらも。ねえ、網星はなんでこっちのバスじゃないの。きっとあの子はやつらと同じバスに乗ってるの。なるほどね。あ、ユイさん大胆。アホ。走って散るときは見事。
本当知りましょ。はい、ありがとうございました。では引き続き大ヒット曲、キャラクターボーカル売り上げナンバーワンに輝いたこの曲です。ムカつくのだ。たまたまやん、次に出すやつは負けへんで。私もあと3枚は出す。あ、本気で怒るぞてめえら。何も言うてへんがな。マキさん、なんやチリコ、何目ウールさせとんじゃ。腰悪い。なに、うわーほんまけ。あー、こらえるのだチリコ。今直してやるぞ。行かない。あ、まだ開けるんや。こういう時は前の方へ行くのだ。お世話になります。やめろ、ここに来るな。みんな冷たい。ちょっと私の歌が聞きないわけ。ジャッカーズや、もう何べん歌える気がするんじゃ。生褒め、ミヤカ。生褒め、ミヤカ。生褒め、ミヤカ。どうしたのだ、網星。弟からの通信です。ユイさんからだ。てめえ何そっちのバスに乗ってんだ。焼き入れるぞ。怖いセリフなのだ。あの娘の性格がわからない。よっしゃ、返事書いたろ。ちょっと、いだ、ほらユイ様、向こうからいっぱい来ましたよ。僕はこっちがいいです。だって素敵なタスキさんがいるし。タスキさん、あ、バレてます。むっかいかない、やめてよ。ちっとしてなさいよ。そうよ、何よこのカカカのポモって。しかもこの字はあのオカマじゃない。俺じゃないよ。ほら、こんなこと書いてきてるで。タマホメさん落ち着いて、僕じゃないです。じゃないわよ。やかまで。やめて。愚かな奴ら。中子さん、玉褒めがファンレター来たか。意外と聞いたみたい。何してた。中子さんには私だけでいいのよ。ああいうセリフがまた怒りを呼ぶのよね。中子さん、やめましょう。ねえ。次。それだけはやめて。あのー、ダメだわ。かわいそうに。諦めないよ。